新、祝典更新曲は、1993年に、ダン・イクマによって作曲された、更新曲である。英語名は、グランド・マーチ・ザ・ロイヤル・ウェディング。同年6月9日、皇太子、ナルヒト・シンノーと、大和田雅子の結婚の儀のパレードで、宮内庁楽部他により演奏された。また、2019年11月10日の祝賀五列の儀の、パレードでも演奏された。ダンは、 1992年6月頃から作曲に取り掛かり、同年末頃完成した。1993年3月8日、東宮仮御所で特人に完成したテープを献上した。ダンは以前に皇太子、秋人新郎結婚時にも祝天行新曲を作曲しており、馬車パレードだったその時代と比較して変化した年の音と、 車でのパレードを意識したエネルギッシュで華やかなマーチ、男性的な華麗さと女性的な優美さの対比を意識して作曲した。皇太子なる人の王は大変綺麗な曲ですねと感想を伝え、婚約中のお和田雅子にも聞かせ、彼女が大変喜んでいましたと段に語っている。楽曲は祝典更新曲と同様に吹奏楽編成で書かれている。 楽譜は音楽の友者より出版されている。1993年6月、テレビ番組、題名のない音楽会にて、皇太子の聖魂を祝う特集が組まれた際、この曲のハープを含む還元楽版が演奏された。司会の真湯敏郎の解説によると、作曲者自身によって還元楽編曲されたとのことである。ありがとうございます。